実際できてみて思ったことはだいぶ違ったっていうことですね。はい、新しい日が来ましたよ、はい、新しい朝が来ましたよ。ありがとうございます。もう小屋ここまでできとっけんね。ですね、かなりできてますよ。昨日ね、師匠と一緒にね、はい、夜飲んだんですよ、はい、師匠の家で今回一緒にスタイル 作りました。教えてもらって早かったよ。もうきっとパパパパッとあとここにパネルも貼って、はい、あそこにパッカパッカンバしようと、はい、扉になるわけですね。どうですかね、今日すること、はい、師匠は設置場していくしです、うん、で、あそこばつける、それからそこの仮止め、はい、であとはできることをする、はい、日でございます。わかりました。じゃあ頑張りましょう。はい、頑張りましょう。ありがとうございます。でもこんなとこもジャンプできるようになったんだよ。よいしょ。重かった。まあ大丈夫。バッチリハマったっすね。ハマってる、うん、こっちに長板先つけてですよ。先ですね、つけて取り付けるときにこう開いた状態でつけます。開いた状態で。ははははっていうことは、それ違う使いつければいい。つけようか、うん、絶妙な力だね。絶妙長板、これいろいろ入っとる。端っこが横ですか、これ。ちょっと入ったぐらい。これはみ出んかいな。はみ出る。はみ出すよね、これ。うん、あの長さにも。微妙。微妙。タル。微妙だな。あ、オッケー、ありがとうございます。開いた状態で打てっていう話だっけが。はい。僕持ってきましょうか。うん。あ、そっか、ちょっと浮くんだ、じゃあ。はい、はい、はい、どうしたですか、どうしたですか。話すよ。はい、いいですよ。一致身長泳ぐ方高いな。同じです。よし、一致言ってくれ。しまっとらんね。カモイカモイカモイ動きよ。え、なんでカモイ取れとらんとか向かってるだけなんですよ。これでいいか正しいかを確認して打ち込もうっていうか。うわぁ、すげぇ。で、今多分ここが水上ですけど、はい、水ですね、こっち側をちょっと浮かすなり、あ、ちょっとですね。うん、どこよ。 OK。 おぉ、おぉ、来ちゃい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 。ここに音があったりぶつかることですね。キーバー入れてここにこんな感じの、はいはい、はい、はい、お、お、あれ、行かない、ちょっと行かない。あ、いや、OK、 パーフェクト。 OK、OK、じゃああとはそういう打ち込みようかね。はい、まずはちょっと構えてみます。あ、構えばね、はい。あ、なるほどね、なるほど、なるほど。まあ、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 なんかちゃんと自立してポヨンポヨンしよう。ブランコレベルやん、これ。よし、じゃあ上行っとっか。はい、はい、オッケー、オッケー。ストッパーつけますか、ここに。はい、なんか打ちにくそうじゃないですか、これブランブランって。うん、確かに。こんな感じってことよね、これね。ですね、この幅くらいでいいんですよね、この幅で。左右に1個ずつ行こうかと思って。こいつ、ここで、ここで取ります。上でね。はい。オッケー、行こうよ。おーい、完璧。いや、こいつすごい、ゴンちゃん右、多分ゴンちゃんが一番しよったろうけん。その凄さの若いやろな。飯でも食いながらちょっと、そう、作戦タイム。Thank you.
当たるかもしれないね、うん、あ、これどうぞどうぞ。よし、じゃあ一応行ってくるよ。はい、じゃあ次にですね、かっちゃんが来るまで表の波板張れないんで、水糸張ってるところの裏にあの筋が入ってるんですよ。そこに釘でぶち込んでいきます。なんか YouTuber っぽいな。ネジの方が簡単説あるのこれ。はい、水糸切れた。そんなことある。お疲れ。あ、サンキュー、ありがとう。ずっと話しててドライブもだったけど最終的には 4m がこっちかな、で 3m 前に出る感じ。うん、ここの半ば白の漆喰にしようかって話。へえ、漆喰。松村さんお帰りよ。お疲れ様です。ちょっと待ってください、うん、ここは失敗したくなかね。ここもさ、透明にある理由言ったんだろ。開くわけやな開くわけやけが、それで透明よか、紐防いでくれたらよかったかもしれない。なんで透明にしたんだろうって今ちょっとわからんくなってきた。じゃあ、ニス塗っていきます。頑張ってください。はい、ここは任せてください。任せます。はい、丸さんの方で全然肉は入ってた。あー、行き場するわ。シュールだな。シュールさん負けましょう。あ、こっち負ける。ここは一瞬言葉の出ないやつだ。ルル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 ルさんの描いた絵は果たしてこんなものだったんだろうか実際できてみて思ったことはだいぶ違ったっていうことですねいい松田さん、松田さん、おいの想像通りでしょ、多分ね。こんなはずじゃなかったんだけどなまだウッドデッキとかありますか。そうですか、うん、ウッドデッキができたらね、またね。あるじゃ見ました、こっちからね。うんこっちから、はい雨宿りやん。大丈夫かな？取れとるかな？うんうんうん、いけてそうな感じやね。オッケー。これもあれですか、最後は抜いてるんですか。ごまごまずるずるってきちゃいました。おまうまひと手間やっぱかけてよかったね、こういうね、うん、やっぱ見た目違いますね。やっぱ全然違う。ちょっと木の部分、これで測って
こいつを使って隙間を入れて長さを調整してっていう流れです。じゃあ頑張りましょうか。はい、じゃあさっちゃんここまでか。はい、どうぞ。ありがとうございます。頑張ってください。またまず塗り塗り早か。どこや多分お早か。早か。あ、よかった。もろった、もろった。これ早か。もう全身一応、おおよその呼吸で。ね。おおよその呼吸っつって。おおよそでよかとかよ。どんなキャラなんですか。おおよその呼吸って。はぁ、待った。よしよし、これで側面の下の方は終わりたいね。はい。で、またレベル測りか。はい。そこから1メーターやけが、端っこに乗せたとして、ここで終わっとるって。で、ここで取ろうか。おおよその呼吸。はい。そこなんだかや。これで、この前はウッドデッキだと。うん。ウッドデッキ。もうちょい上ですね、スイッチ上ですね、分かりました。 OK! あ、なるほど、この高さが12センチに合わせて、こっちが12です、こっちに、こうは10から。はい、オッケー。はい、おーいやおーいやー、なんか水平やん。はい、なんかいい感じっす。いい感じっすよね。はい、あ、乗ったよ。はい、よし、じゃあいいんじゃないですか。裏乗ろうか。オッケーオッケー、うんうん、とりあえず、終わり、おいおはようございます。おはようございます。今日は助っ人ゆうたろうくんが来てくれておりますよ。はい、どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、昨日追ってもらわなかった。今日本当は釣り行こうとしてたんだよ、我々。そうですね。今日ほら、もうバッチリば。ちゃんとコルセット巻いて。ギャラボさんにいただいた。はい。今日朝マジできつかった。手術する前より痛かった。そんなに？それはちょっとごめんなさいね。病院に行ってくださいね。ここ。はい。できてんじゃん。はい、素晴らしい、素晴らしい。これ昨日作ったんですよ、これ。お、マジですか。はい。昨日作ったんですよ。あ、ムラなく位置いけてるやん。いけてますね、綺麗に寝てますね。今日ユタロもおるし、はい、ウッドデッキを完成させ、うん、側面、あそこまで来たかね、もう。あ、上のパネルの部分ですね。このね、上のあの下って書いてあるところ ね、 じゃあここから仕上げようか、とりあえず。はい、わかりました、ね、じゃあウッドデッキから今日もまたやっていきます。もうあとちょっとば。やべえ、ついにここまで来たよ。こういうね、早い、生きとったよ、ちゃんと。生きとった？うん、よかった。みんな心配して恐る恐る見よったさ。見えんねえ見えんねえって言ったと、冬とかもあったこうなってきただい、出てきとった。こいつこいつの幅ぐらいでよかと思うけど、こううん、このぐらいの幅でよかやろ。うん、工具めっちゃ欲しか、巻きただけビラ欲しか、巻きたば何十個でも欲しか。2つに切ればよかね。今はみゆっけが隠せばよかったもんね、ここの分まで牙打ってすが。で、ちょっと合わせてみましょうか。入れて、重いね。じゃあ合わせましょうか。がばい、そっとそっと。巻き割り何気に楽しかったか。やった、うわ、ウッドデッキ。ほかね、山で寝っ転がる日に来たよ。なんてイッチ、分かったかも。ここ水浸しなんなら、ここに水溜まるってことやろ。はい、そっからこう伸ばしてさ、速攻で、はい、池つくっこけど真ん中ですか。で、橋つくと、そこやって
邪魔かね。自己回復。いや楽しか。おい山楽しか。最近繋いでるんですよ。なんでこれの木の真ん中とこれの木の真ん中に打っていきます、ね。おいはここの支柱、この皮剥げば全部支柱。はい。この皮にこうくっついただけ結構。ハグピーとかね。プル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 って。よいしょ。ほら。ん？こうやってハグってしょって。全部変えていきます。なんか虫出てきた。なんなんそれ。いやー。あーなんやろか。なんか川魚釣れそうね。あ、いけそう。よっしゃー。あーへい、浮いたぜ。もうちょっとしたらもうめんごい女の子が美味しいもん持ってくるから。だともいけよこれね。いらっしゃいませー。お疲れ様。なぜかその貴婦人みたいなマスク。あ、これ。はい。あれは、モンスターでございます。ありがとうございます。あ、師匠到着でしょ。はい。お疲れ様です。ゆうたろくん。あ、はじめまして。どうもはじめまして。松田師匠です。バッチリじゃないですか。バッチリですか。うん、待ちよ。はい、待ち。木どうやってぶち込んだんですかね。尖らせてからもう。ソフランバとかですね。丸太を踏んで打ちに行ったら、はいはい、戦争があります。戦争でこうピーって。かけたら。そのままつまんですか。あ、いいね。うん、あ、オッケーです、オッケーです、オッケーです。皮付きのまんま。よっしゃ、こんにちは。ん？今？頭？カメラ。これでずっと撮り寄るとよ。もうちょっと大きかったら生まれつきよって言おうと思ったけどな。うわすごっ上手。ほら、すごい、ね、これなんかもう4たちで言ってるもん。これを地面にユンボでぶっ刺すわけですね。おー、いいじゃない。戻りやした。よいしょ。この辺あ届きはしてる。うわすげえ、押してる。そして僕はものすごく怖い。おお、すげえ。話していいかな。すげえ。おお、入った。入らんすね。掘る？ちょっと掘ってみていいですか。濃いやろこれ。ああ、多分入りそうです。でかくなった。はい、でかいのがありました。
こうなるんだ。なるほどね。なるほど。うわ、ピシャイやん。あ、ほんとだ。あれな、ピシャイ。よしよし。おー、なるほど。なるほどね。ちょっと角取って。予定通りじゃないですか、もう。バッチリです。バッチリ。できた、ウッドデッキ。はい、できました。うわー、すげえ。できたー。まあまあまあ強かよ。ああ、よかったよかった。全然強かよ。最後のとこはもうね、あの切った杉の木と酒樽の木で。酒樽の木でできたよ。うわー、すげえ。できたー。師匠。もう師匠抜きには絶対できんやったです、本当にもう今回。しばらく師匠はね、はい、あの本当にお仕事の方で忙しくなると、はい、で、2ヶ月ぐらいですかね、したら少し余裕の出てくるんですかね、はい、ちょこちょこまたあの聞くと思うです。2月いっぱいは息をこっちにおります。こっちにおりますか、うん、まだ間に合うぞ、はい、まだ間に合うぞ、いろいろと、うん、今日できたこと、ゆうたろう来てくれたことでだいぶ進んだ、それプラス師匠が途中から来てくれちゃいけない、まあ、これできんやつ絶対。そうですね、絶対無理や。食い打ちなんか絶対無理ですね。ああ、もう本当に今日も松田さんありがとうございました。ありがとうございました、本当にありがとうございました。じゃあ翌日に続くってやつで、はい、ゆうたろうもありがとう。はい、明日も頑張りましょう。はい、はい。